クロコの公式グッズがニューリリースされます。概要欄から特設サイトをご覧ください。あのー、奥田圭君という名前の人は、奥田圭なので、ブルーレットって呼ばれるじゃないですか。まあ、これは仕方ないですよね。ネットでも有名なコピペがありますけど。まあ、ただ、クロコの同級生の N 山祐馬んは、 名前がユーマとユーマで音が同じなだけでチュパカブラって呼ばれてまして、N 山く君のお父さんはチュパパカブラって呼ばれてたんですが、チュパパカブラは昔ピンクなお店に通っていたのがチュママカブラにバレて離婚寸前の窮地に立たされていました。 皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。今回は様々なユーマ、すなわち未確認生物に関する目撃ニュースについてお話をさせていただきたいと思います。非常に有名なユーマから、もしかすると少しニッチに感じるものまでご紹介させていただきますので、地酒揚げ馬でも飲みながらリラックスしてお楽しみください。それでは参りましょう。ユーマ。 これからユーマをご紹介する前に、まずユーマという略語についてお話しいたします。ユーマ、すなわち、アンアイデン、アンアイデンティ、アンアイデンティファイドミステリアスアニマルという英語の頭文字を取った言葉なんですが、全く何のことかわかりませんよね。<laughs> 実はこちらの表現は意外にも和製英語でして海外では使われていないんですよですから海外の方にアンアイデンディファインドミステリアスアニマルと一個ずつ説明したところで What? と言われてしまうというちょっと微妙な空気感ですよね、まあ、ユーマはどちらかというと海外の方が熱量が高いイメージがあるんですがユーマという略称自体は和製英語なんですね まあ、ちなみに英語圏では未確認生命体のことをクリプティットと呼ぶそうですが我々日本人はユーマという呼び方の方がしっくりくると思いますので今回の動画ではユーマと呼ばせていただきますというわけで早速いくつかご紹介いたしましょうまずはじめにご紹介いたしますのはユーマの王様とでも言いますかこちらネッシーですいやいや 黒子さん、今さら何を言ってるんだと。そんなレベルか、そういう感じかという声が聞こえてきそうですが、なぜネッシーを先頭バッターにしたかと言いますと、これすごく大事なことをお話ししておきたいんですよ。以前コラボさせていただいた中澤先生のネッシーに関するお話が本当に興味深いものでして、先生曰く、ネスコに巨大生物がいたら、それはもうネッシーなんだとおっしゃるんですね。 これがどういったことかと言いますと、仮にそれが恐竜型の生物、いわゆるネッシーの姿でなくても、ネスコに巨大生物がいたら、それはネッシーなんだと。つまり、ネッシーイコールプレシオサウルス型の巨大生物という意味ではないということなんですね。いや、これ禁言ですよね。 本来は未確認生物なわけですから、これという固定の容詞じゃなくてもいいはずなんですよね。まだ見つかってませんから。夢は無限大なわけですよ。もしかすると首が2本あるかもしれませんし、3本かもしれない。まあ、ちょっと真面目な話をしますと、例えばこれが上野のシノ池の弁天堂など、弁財天を祀っている湖や池だったとして、同じように巨大な生物の目撃情報が上がったとしたら、間違いなく、 これは弁財天の眷属の竜人だ。いや、白蛇だとなると思うんですよね、まあ。つまり実際の生態はともかく、その土地に縁あるものを見ようとするし、解釈を寄せていくものなんですね。まあ、こういった前提を踏まえた上で今日の動画を楽しんでいただきたいと思います。皆さんご存知の通り、ネッシーはスコットランドのネスコに伝わる伝説的な水生生物のことです。 日本だとロッホネススモンンターとといいうとあまりピンとこないですよね、まあ、一般的にはプレシオサウルスのような大型の首長竜や恐竜のような姿で語られていてその存在は長きに渡り議論の対象になっています。 しかし皆様ご存知の通り科学的な証拠はないに等しくネッシーの存在は未確認のものとされ数々の目撃証言や写真映像がありますがこれらの証拠の信頼性は様々な議論を読んでいますよく言えば賛否両論って感じですよねまあ主に P になってしまうんでしょうけれどもまあていうか皆さんそもそもなんですがネスコってどんな湖だかご存知でしょうか 大きさをご存知の方はいらっしゃらないかと思うんですが、ネッシーは知っていても、意外とネスコ自体を知らない方多いと思うんですよ。地図で実際に確認するとこんな感じです。いや、結構でかくないですか縦横寸法はこの通りなんですが、意外と大きいなというのとこんなに縦長なんだと。チリかと。 かかななり意外に感じる方多いんではないでではしょうか、まあ、小高い丘から一望できるような小さな湖を想像していた方もいたんじゃないかと思うんですが実際はかなり広大な湖ですここを創作するってなかなかですよねはい、まあ、皆さんはネッシーと聞くとこの写真思い浮かべるんじゃないでしょうか、まあ、ですがご存知の方もいらっしゃると思いますが実はこちらの写真 熱像であることが随分前から分かっているんですね。こちらの写真は外科医のロバート・ケネス・ウィルソンによって撮られたもので、一連の騒動は彼の知人であるマーマデューク・ウェザラルという人物が企てたことだったのです。 ウェザラルは過去にネッシーの足跡を発見したと主張するのですが、証拠の信頼性に乏しく、偽物と断定されてしまいます。いわばその司会神がてら、エイブリルフールのネタとして、おもちゃの潜水艦と模型を使ってネッシーを捏造しました。しかし、世界的な注目を集めてしまったことで、引くに引けず、結局本人の息子が死に際に捏造を告白したと言われています。最近の話をしますと、2023年4月。 ウェールズ地方出身のジョン・ペインはネスコ付近のホテルに訪れていました。彼が何気なく窓から景色を眺めていると、なんとネスコに巨大な生物を発見しました。1マイルほど離れたホテルからはっきりと見ることができたため、かなりの大きさだろうと彼は語っています。その巨大な生物を写した画像は SNS でも大きな話題を呼んでおり、かなり異様なものが映っております。もはや、 僕はあのネッシーですと本人が言わんばかりの写真ですよね。皆さんこれどう思いますか、まあ、このようにネッシーは現在に至ってもなお目撃情報があるほどみんなに愛されたユーマと言えます。ネスコに訪れる際はぜひ探してみてはいかがでしょうかというかもうネスコじゃなくてもいい気すらします。 次にご紹介いたしますのは、ユーマ界のガチムチ男爵、ビッグフットです。ビッグフットは他にもサスクワッチなどと呼ばれたり、かの有名な雪男のイエティと同一視されたりするのですが、ビッグフットとイエティは、どちらも伝説上の巨大人型生物であり、山岳地帯や森林地帯に生息するとされていますが、起源や伝承地域、外見において異なります。ビッグフットは、 北アメリカの先住民族の伝承に根差した存在であり、アメリカ合衆国やカナダの森林地帯で目撃されることがあります。一般的には毛深く大きな足を持つ巨大なサイズの人型生物とされています。一方でイエティはヒマラヤ地域に伝わる伝説上の生き物で、イエティはビッグフットとは異なり、雪の中で白くなることから日本でも広く雪男としても知られています。 両者とも科学的な証拠は不十分であり未確認の生物として扱われていますが地域や伝承の違いからビッグフットとイエティは異なる伝説とされていますしかしどちらも一貫してその姿は人間よりもかなり大柄二足高校で毛の多く生えたゴリラのような見た目となっております日本でもこちらの映像が印象的な方多いのではないでしょうか こちらを振り向くような仕草に、どことなく知性の欠片を感じるというか、ゴリラなどよりも人間に近い印象を受けますよね。実は、この映像、パターソン・ギムリン・フィルムと言いまして、その名の通り、パターソンとギムリンの二人により、カリフォルニアで撮影された映像なんです。しかし、最近になり AI によって、こちらの映像をより綺麗な画質にすることができました。実施したのは AI に精通する、ロエン・チェルスさんです。はい。 ロー・ン・チェンセンチセです、はい、彼が Twitter にその動画を投稿したところ瞬く間に大きな話題になりましたその投稿のリプライには同じコスチュームを買った仮想パーティーの帰り道のようだ僕の方があそこはビッグだと 会議的な意見が集まり、着ぐるみだろうとする人が非常に多く見られました。この動画でのビッグフットの動きが人間味を帯びていたからだと思うのですが、それだけでは着ぐるみだと確証することはできないので、皆さんがどのように感じたかぜひコメント欄にて教えてください。ちなみに黒子の方があそこはビッグ 続いてご紹介いたしますのはエイリアンビッグキャットですネッシーやビッグフットに比べると知らない方もいらっしゃるかもしれませんが本場イギリスではかなり有名なユーマなんですエイリアンビッグキャットは他にもファントムキャットと呼ばれたりエイリアンビッグ キャットの頭文字を取って ABC と呼ばれることもあるそうですがあそこは黒子の方がビックリ ABC は多くの場合ヒョウやピューマといった大型の猫か動物のような見た目をしており実害としては家畜が何頭も襲われたり中には人間を襲ったケースもあります ここまで聞くと単なるネコ科の動物のようにも思いますがイギリスにはこういった特徴を持つ土着の野生生物は確認されていないんですねしかしその真相を考察するに外来の大型ネコ科動物説がありますかつてイギリスでは異国の生物を連れて歩くことが流行しており中には大型のネコ科動物を連れている人もいたそうですそしてこの文化が流行したのが1960年代 ABC の目撃例の始まりも1960年頃。ということで、逃げ出した、あるいは捨てられた大型ペットが野生化した可能性が高いとされています。また先日、ABC のものとされる体毛が発見されたというニュースがありました。DNA 鑑定の結果、大型猫科動物のそれと99%一致したそうなのですが、異なる箇所もあったりと確信するには至らないそうです。 日本の妖怪にも猫は非常に多く広く一般に猫の妖怪や幽霊を指す化け猫という言葉は皆さんご存知ですよね猫股とか猫小とか有名ですよね猫や犬は分母が多いのでその分生活圏での逸話が増えやすいという側面は想像に耐えやすいですよねまた何か新しい手がかりが発見されるのを期待しております 最後にご紹介いたしますのは、チュパパカブラこと N 山ゆ馬くんの父です。チュパカブラは主に南米で目撃されているのですが、その報告内容の多くは、チュパカブラによって家畜の血が吸われたというものなんですね。じゃあ、血をチュパチュパ吸うからチュパカブラなのかと言いますと、もちろんそんなことはなく、スペイン語で吸うという意味のチュパ、ヤギという意味のカブラから来ているそうです。ヤギもかわいそうですよね <laughs>。初観測は1995年、プエルトリコ。 ユーマの中では比較的最近の事例ですが、昔からいるユーマに引けを取らないネームバリューがあります。チュパパカブラの特徴としましては、身長は175センチほど、中肉中背、少しハゲ、投資で成功し、現在は沖縄に住んでいるのが N 山ユーマくんのパパカブラ。チュパカブラの特徴としましては、ヤギのようなボディに鋭い牙があり、赤い目をして背中にはトゲがあるとされております。その正体としては、 結構現実的にお話ししますと、海鮮というダニによって生じる病気の影響で、毛が抜け落ちた雇用手を見間違えてしまったという説が有力視されています。夢も希望もありませんが、それが最有力ということでございます。毛が抜け落ちてしまったというところに、チュパパカブラとの共通点を見出せますよね。あの人雇用手だったんですかねはい。そんなチュパカブラに関するホットなニュース。2023年2月1日。 午前9時45分頃に地元警察に女性住民から1件の通報が入りました。家の外にチュパカブラがいる。確かに女性の住む地域はチュパカブラの目撃数が多かったため、警察は急いで女性の家に向かいます。しかし家に着いた時にはそのような生物はおらず、分かったことはなんと、女性が酔っ払っていただけでございました。 酒飲みが招いたお騒がせな事件ではありますが、それほどチュパカブラが有名で恐れられていることがわかるという逸話でございました。チャンネル登録10万人記念。ついに動くクロコスタンプが発売されました。概要欄から要チェックです。いかがだったでしょうか本日はユーマについてお話をさせていただきました。やっぱりユーマっていいですよね。 人間の好奇心を刺激して探求心を喚起する要素がモリモリでございます。日本でも妖怪などの目撃談は多々ございますが、広い世界全体で見ると興味深い話がまだまだたくさんありますので、これからもご紹介していこうかなと思っております。動画のリクエストやご相談、こんな面白い話題があるよなどなどコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録のお済みでない方は、セカンドチャンネルも合わせて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 皆様からの感想やグッドボタンお待ちしております。Twitter、TikTok のフォローも概要欄よりお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手は私、真実を語る黒子でございました。ご視聴ありがとうございました。